バージニア州歴史標識ヘンリー軍はアメリカ合衆国バージニア州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は54,151人であり、2000年の57,930人から6.5%減少した。軍庁所在地はマーティンズビル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ただし、 国勢調査指定地域のコリンズビルに管理棟および軍庁舎がある。ヘンリー軍はマーティンズビル小都市圏に属している。グリーンウッド、ジョセフ・マーティン将軍の息子、ジョセフ・マーティン大佐が建設、マーティン将軍がマーティンズビルの、当初は独立後の当時初代バージニア州知事を務めていたパトリック・ヘンリーにちなんで、パトリック・ヘンリー軍と名付けられていた。 ヘンリーはすでに親戚が住んでいた。ジョン・レッド少佐、大陸軍、ヘンリー軍の初期開拓者1785年、パトリック・ヘンリー軍の北部とベッド・フォード軍の一部を合わせ、フランクリン軍が設立された。1790年、パトリック・ヘンリー軍が二つに分割され、西部がパトリック軍、東部の残りがヘンリー軍となった。ヘンリー軍初期開拓者の中には、 ジョージ・ウォーラー大佐、ジョージ・ヘアストン大尉、ジョン・レッド少佐がいた。この三人すべてが、ヨークタウンで、イギリス軍のチャールズ・コーンウォリス将軍の降伏に、同席した。アマースト軍出身のエイブラハム・ペン大佐は、アメリカ独立戦争のギルフォード軍長者の戦いで、ナサニエル・グリーン将軍の軍隊に合流する意図で、ヘンリー軍民兵隊を率いていった。ジョセフ・マーティン将軍は、 マーティンズビルの名前のもとになった。ルイーザ軍生まれで初期の著名開拓者だったモーデカイ、ホードは、ホーズビルと呼んだそのプランテーションに住んだ。1751年に、アマースト軍で生まれたジョン・ディラード大佐は、独立戦争のプリンストンの戦いで負傷し、後には安全委員会の委員となり、バージニアの軍隊の大佐になった。1902年、ヘンリー軍歴史協会が、 マーティンズビルで法人化され、初代の役員は、ジョン・ W ・カーター、J ・ハリソン・スペンサー、C.B. ブライアントだった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は384平方マイルで、あり、このうち陸地382平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.53%である。ヘンリー軍は6つの監督地区に分かれている。 バセット、ブラックベリー、コリンズビル、ホースパスチャー、アイリスウッド、レッドクリーク、リッチウェイの各地区である。フィールデールの端から見たスミス川以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。パトリック・ヘンリーのプランテーションにある州の歴史標識、ヘンリーは文明の元になった、マーティンズビルは1928年から独立市となっており、 軍には属さないが、軍庁所在地かつ軍に取り囲まれた、地域として存在している。ありがとうございます。